なんですよね。温存してましたね、最後まで。ここで見せましたか、はい、ここで繰り出した。昨日なんでもう見えなかったですね。うまい、すごいですね。すごいな。視野の外から膝が飛び込んできた。白髪はまたまた残念。優勝は大石ジム、15歳ノイリ正明です。さあ山田さん、強い勝ち方でしたね。そうですね、まあ、戦前からねノイリ選手は注目を集めたんですけども、まさか本当にここまで来るとは思わなかったですね。なんといっても15歳です。はい、いやここからがさらに末恐ろしい存在。うん、笑顔はまだあどけないですね。 K2 グランプリ軽量級を制しました大石ジム、ノイリ正明です。嬉しかったですね。で緊張もあったんですけど、ジムの人とかが励ましてくれたりし、出場できて嬉しかったです。やっぱり K1 甲子園があるんで、それに出てもっと練習して、また K1 甲子園のベルトも取れたら。